まあ、石丸さんメディアに出てる割にはさ、俺これしますっていうの全然、まあ、言ってると思うんだよ。でも全然こう浴びせてくれなくない？そう、意外とこれはね、そう、取りに越せんのっていう。本当の具体的なやつでしょ？言わねえじゃんって思ってる。確かに RG のあるある言いたい状態ではあるんだよね。今ね、これやる言いたい、これやる言いたいって今このずっと最後のところまでもう行き着いてないからね。そう、引っ張るだけ引っ張るけど、なんも。その極楽の加藤が結構ね、その YouTube の番組でそこをもう序盤からついてて、もうすごい、もう開始から。で、言ってんの？いや、僕はだからあるある言いたいんですよねぐらいなんだけど。弱っ。この暇そらなも俺前半でもう泣いちゃったよ、あいつ。なんか漫画の質問しだして。俺意外と笑っちゃった、あれ。暇さらってガチだから、お前はそんなに漫画を持っていないとかって言いたいわけじゃない。鬼滅の刃を読んでいないとかっていうのを全力で、それを指摘して相手が、すいませんでした、見ていないんですって言わせたいみたいなのが躍起になってるじゃん。でも、高橋さん面白いのは、もうそれを感じてんだろうけど、石丸さんがその電子ブックの冊子を探してるときに、横で、あれ、石丸さん本当、もし嘘ついたら謝った方がいいっすよ、本当とかって。ああ、聞いた聞いた、これ、あれ好きなんだよ、ああいうの、ああいうちゃちゃ好きなのよ。なんかもう完全に、そういうことでさ、その全体の暇空の作り出すさ、その俺は暴くんだっていうトーンをさ、下げれるじゃん、この。それが、下げれんの？あ、下げれる。あれが好きだった。他にもさ、暇空がさ、鬼滅のやつを言うじゃない。そしたらさ、それもさ、高橋さんがさ、本当、石丸さん、マジで、本当、謝った方がいいっすよ、本当、みたいな。です。でもなんかさ、ちょっと半笑いっぽく言ってなかったそれ。そう、半笑いっぽく言うことでもう舐めてるじゃん、完全に。この暇空はガチの試合、本物の殺し合いなわけじゃん、暇空からすれば。俺は今からこの都知事候補を見つけてやるんだ、暴いてやるんだって、このガチなのを、高橋さんが半笑いでさ、いや、マジで謝った方がいいっすよ、本当みたいなのが、もういい感じに中和するのよね。途中で弁護士にも聞いたじゃん、なんか、鬼滅の刃の、あ、ここまで言えなかったかもしれない。鬼滅の刃のね、鬼の名前言えるかとかって言われて、石丸さんが、うわーみたいになっちゃったの。そしたらさ、うえー、鬼滅の刃を読んで、一人も言えないなんてことがありますかねとかってこうなったらさ、高橋さんがさ、じゃあちょっとせっかく弁護士さん呼んでるから、弁護士さん聞いてみますかって言って、弁護士さん、鬼滅の刃読んでます？あ、読んでます？言えます？言えない。暇沢さん、弁護士の方も言えないそうですとか言って。全然関係ねえ使い方して。実際、暇空も答え知らないじゃんっていう。あいつから質問するのに、いや、すいません、答え教えてくださいとか言ってて、時間がだいぶ経って、俺に言ってますとか言って。もう明らかに時間稼ぎしてて答えが出てこなくて、それで、さらには、もう降参してんのに、マジでわかんないですか？マジで言ってますとか言って、暇空がちゃんと答えを言ってないのよ、ほとんど。で、それはおかしいのは、いや、暇空から質問してんだから、逆に言えばお前は答え用意できるじゃんっていう。なんか、普通に一問一答みたいに、なんか、石丸さんが出した問題を答えられないのは、まあ、本当に知らなかったらいいんだけど、なんか構造としては、お前から質問吹っかけてんだから、お前の方は即答できるべきだろうって思うのに。まあ、それもそうだけど、まあ、質問自体がくだらないから、まあ、それもどうでもいいけど。まあまあね。思ったの、俺、石丸さんの好感度、俺の中ではもう爆上がりなのよ。俺も爆上がりだよ、普通。でもあれは多分議会で相手した、年寄りたちと多分一緒なんだよ、あれは。通常業務でしょ？あの人が広島でやってきた通常業務なんだよ、あれは。ああいうわけのわかんないやっかんでくるやつを、いなすっていうか、しっかり話は聞いてあげるよ。君の言ってることわけわかんないけどって聞いて、その上で相手するっていう、石丸さんがずっとやってきたことなんだよ、あれはね。でもさ、石丸さんちょっと嬉しそうだったんだよ。実際、石丸さんはね、まあ、暇空からすればね、あんなのはその漫画をしっかりね、読んでないオタクの風上にも置けないって言うかもしれないけど、石丸さんは事実多分漫画が好きなんだよ。で、いろいろ読んでて、で、それをどれくらい頭に覚えてるかっていう程度は違うんだけど、ただ俺が思ったのは、石丸さんが、なんか漫画の話をすごい突っ込まれてることが、ちょっと嬉しそうだったのよ。なんか、うわ、勘弁してくれよ、こいつ。何なんだよ、とかじゃなくて、それなんだっけみたいな、なんか、ちょっと、その質問が気持ちいいみたいになってそうだった。なんだった。いや、なんか今思ったけど、もしかしたらさ、
変にさ、ガチの制作のことじゃなくてさ、全然真の食ってねえさ、漫画の話だからさ、これどっちに転んでもこれで時間終わんなら美味しいなって思わん。だって、それでさ、制作とか自分のやってきた仕事について突っ込まれたらさ、うんうん、それでダメ、なんか、あれ、ここは覚えてねえ、抜けてたなとかったらさ、それって結構見てる人にとってこう審判できる基準があるけどさ、漫画のことでさ、良かった、ダメだとか言われてもさ。で、そんなことはね、実は暇空も100も承知なのよ。だから、あれ、前半でさ、暇空はさ、一応その土壌で戦おうとしたじゃん、その土俵で。1回だけじゃねえんだよ。あの1回、暇空が唯一捕まえることができたのって、石丸さんって、なんかそのお金を突っ込むことってどうかと思うって言ったくせに、結果的に今、あなたはお金を使ってるじゃないですかみたいな。うん、いうことしか、逆に言えばだよ、それしか言えなかったんでしょ、彼はって。うんうんうん、でもっと他に石丸さんの矛盾点が過去の仕事であれば、当然それを言いたいはずなの。言うことがないから、最近お金使ってるな、それだけみたいな。でそれも結局高橋さんが、弁護士呼んでるから弁護士に聞きましょうかって言ったら、いや、いいです、いいです、いいですってなったじゃないですか。なんでいいのか分かんないんだけど。本当だよね。なんか逃げようとしたよな。だから結局のところは、それはある意味、暇空が、暇空のような粘着においても、石丸さんにはもう突っ込むところがないってことを証明してしまってるんだよね、彼が。そうそう。そしてその後はもう、漫画のどれだけ覚えてるかを追求するしかないっていう。